吉田拓也前に出て、今度は9番の犬伏優弥が動きます。今田召集会の内コーナーです。犬伏優弥が行く徳島コンビ9番4番2コーナーからバックストレッチ、5番の吉田拓也3番手にいて早くも行った、1番の脇本優太もうジャンで行った、犬伏優弥はここは慌てて踏んでいくんですが叩かれました。さあ脇本優太、マーク7番小塩優作のこの2人が行く、9番の犬伏優弥は3番手です、4番手4番の小倉隆二、そして5番の吉田拓也が現在5番手、6番地元松坂洋平8番手、2コーナーからバックストレッチ、1列棒状です。全く後方は動けない。1番の脇本優太全開で2センターから今4コーナーに向かっていく、車間を切る7番の小塩優作、3番手9番の犬伏優弥が1番の脇本優太先頭ゴール。第10レース準決勝2組目、